全盲女子の波平丸です。今回はこのところ月始めの恒例となっています、家計簿を振り返る動画です。気候の良かった10月、食欲の秋10月、どんな生活をしていたのか支出を見てみましょう。私は夫と2人で暮らしているんですが、財布は別にしているので、ここで紹介するのは私1人分の支出となります。まず家賃ですね、32,750円、食費、日用品費、46,269円ですね。ここには出前とか外食とか趣味の範囲かなというのも含まれていますね。続いて水道光熱費、6,102円でしたね。内訳を見てみると、電気代が3,229円、ガス代が1,836円、水道代が1037円ということで、水道代は大阪市では10月まで安くなるんですが、10月までなんですね。そして通信費ですね、1800円、これは Wi-Fi とメールサービスですね。スマホ料金に関してはポイントで支払いました。そして共済2000円ですね。そして交通費5,620円、医療費が500円でした。医療費に関しては障害者の医療費助成制度があるんですよね。ありがたいですね。ということで今回の支出合計95,041円となりました。10月はいっぱいお出かけしたような気がするんですけど、まあ散歩が中心で買い物はそれほどしなかったんですよね。まあそれでも美味しいものはたくさん食べたんですけどね。11月も遊びに行く機会が増えそうな感じなんですが、今度の家計簿はどうなるんでしょうか。ということで今回は10月の家計簿を振り返る動画でした。最後まで見てくださってありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。波平丸でした。